きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、ちょっと報告があります。はい、あのチープ思考を出したんですよ。はい、はい、知ってます。え、知ってます。知ってます、知ってます。もう買ってくれました。いや、ちょっとあの本屋3回ぐらい行ったんですけど毎回ないんですよね。いや、あのネットで買いました。いや、ちょっとなんか毎回買おうと思うたびに電池切れちゃうんですよ。あ、今、ま、満タンですね。満タン、満タン。今いっぱいなんですよ。いっぱいなんて逆に見たことないって。あります、あります。すぐいっぱいありますよ。そうなの、はい、じゃあ電池つけようか。ですよ。あ、本当。はい、墓場さん好きな楽天ボックスで売ってるよ。あ、そうですか。うん、じゃあちょっと後で楽天見てきますね。そうなの。うん、はい、これで楽天見てもなんか売り切れだったんだよな。そうなの、はい、そんなわけないよ。人気だから。人気だから、やっぱり。後で買いますね。後であのちょっとネットちゃんと見てみますよ。はい、さあ、ということで、はい、今日はですね、はい、こう開幕前に行ったですね、さざきチャンネル的、はい、このチームのキーマンはこれだと、うん、はい、優勝するためのキーマン、うん、この選手たちが活躍しないと優勝は難しくなるよと、うん、この選手が抜けたら痛いよっていうところでね、はい、やってきましたけども、はい、果たしてそのキーマンの選手たちは1年間どうだったのかっていう検証です。はい、うん、はいはい、まずじゃあ最下位から、はい、DeNA、うん、野手オースティン、はい、投手山崎。おー、オースティン頑張ったけどね、はい、チーム本塁打王の28本とチーム打点王の74。途中からめっちゃ頑張ってましたもんね、うん、来日して、うんうん、だからよ、うん、で打率3割3厘、はい、ピッチャー山崎、うん、ちょっとね、山崎はちょっとバタついたね。60試合登板、うん、3.27、ホールド27、セーブ1、うん、っていうところでね、うん、でもまあ肩に投げてますけどね、うん、まあでもそこそこ頑張ってんじゃんってね、うん、はい、思うじゃん、はい、やっぱ来日遅れ。ああ、まあそこは大きかったですね。これオースティンが最初からいたな、うん、最下位になってなかったんちゃうかなっていうね。もうちょっと上にはいけてた可能性が、ね、そう最初の連敗がやっぱきつかったですからね、うん、あとやっぱ山崎幸也、じゃあ山崎幸也じゃなかった、山崎幸也、うん、山崎幸也も、はい、やっぱこう守護神ぐらいのあの時のね、うん、活躍が戻ってくれれば。あと終盤めちゃくちゃバタついたからね、うん、あの山崎と三島と伊勢でね、はい、伊勢が抑えみたいになってるけど、うん、誰が抑えなみたいな感じになってましたけども、はい、やっぱこうね、僕6位これはやっぱオースティンぐらいに勝負だよ、はい、だキーマンだったけどね、はい、頑張ったけどね、頑張ったけども、うん、そうそうそう、続いて中日、はい、5位、キャッチャー木下、はい、木下頑張ったと思うよ、これはね、頑張りましたね、はい、うん、終盤なんか桂とかも結構出てたけども、うん、あの非常に地固め、はい、チームの中で非常に頑張った選手になったんじゃないのかなっていうね、うん、はい、今年は123試合、うん、ね、95安打、ホームラン11本、はい、2割7分、はい、結構頑張ったよね。そうですね、うん、まあ、あとやっぱりね、中日がやっぱバッついたのは、うん、投手のキーマンフォーメーションよ、はい、この祖父江福マルチです、うん、まあ、ここがねやっぱその去年並みの効力を発揮しなかったっていうところでね、はい、ちょっと痛かったかなっていうね、はい、であと4位、はい、広島、うん、田中康介、栗林、うん、いや田中康介ショートでもう一気と頑張らなきゃって思ったけど、はい、子供がレギュラーになったね。そうですね、ちょっと世代交代の波に押されちゃって、はい、でも栗林はね、いやもう超いい、新人王まだ発表されてませんけど、はい、ひょっとしたらな、牧とね、はい、栗林どっちが取るかっていうところだと思うけども、非常に、はい、こうリ抑えがね、リリーフから抑えがなかなか決まらず、はい、ちょっとリリーフもバタついたけどね、うん、まあでも子供になって、まあそのキーマンとして活躍、まあ、大活躍とかではなかったですけど、ね、他の方がね、そう、うん、で3位巨人、はい、梶谷東郷、うん、梶谷怪我でいなくなったからね、はい、そうでしたね、やっぱそこ痛かったね、うん、でもその代わりに松原が頑張ってるよね、はい、うん、でピッチャー東郷、はい、東郷もなんかちょっとピリッとしなかったね、うん、全体的にね、はい、でも逆に3位でよく踏ん張ったよね。そうですね、うん、東郷投手って今年何勝だったんですか。9勝8敗、防御率 4.27 だからね、まあ、最後らへんの中5日とかで投げててちょっとバタついたけどね、うん、ちょっと10勝はしたかったところだね。そうですね、まあ、でも9勝してるので、うん、26試合登板ね、うん、はい、で2位が阪神、はい、二遊間、うん、キーマン、木浪糸原、はい、やっぱりこうエラー数がね、うん、多いから少なくしなきゃいけないっていうところでね、キーマンに上げたけども、はい、ショート中野にね、そうですね、になって、でもエラー数はまだセリーグ最下位っていうね、うん、ところで、はい、まあ、そこら辺はちょっとバツついたって、うん、あと藤浪がね、やっぱうまくやっぱ機能しきれなかったんで、うん、藤浪がちょっとうまく機能してたら行ってたかもわかんないね。あー、そうですね、優勝に、うん、こうリリーフでもいいし先発でもいいけど、うん、どっちでもいいけど、うまく機能してたらひょっとしたら
もうちょっと上にとか優勝近づいてたかもしれない。やっぱ7回がなかなかちょっとなかなか決まらなかったもんね、うん、そこでもし藤波が入ってきたらっていうね。で1位はね、はい、山田田口、はい、山田頑張ってよ、30本ホームラン以上打ってね、うん、はい。で田口がね、うん、やっぱ中盤からリリーフになったのが大きかったね、はい、そうですね、うん、日本シリーズでも出てました、うん、あとあのベンチでのムードメーカーね、うん、あのブルペンでの、はい、非常にね、うん、あのここら辺はよく頑張ってもらって、そうですね、うんうん、でもそう思うとあれですね、やっぱりこの人が頑張ったから優勝したねとか、うん、キーマンどうですか、キーマン当たってましたか、佐藤さん的に。そうだね、あ、佐藤さんが勝手に選んだ今年優勝するためのキーマンでしたから、うん、はい。でも両方ががっつり頑張ったっていうチームないね、まあ、やっぱ優勝もでもヤクルトが一番大きいですか。でも田口はもっと頑張れると思ったけどね。そうですね、うん、でもその中だとやっぱ山田が一番頑張ってるよね、うんうん、野手の中だと、まあオースティンも、はい、でもこういなかったからね、うん、で1年間通して言うとやっぱ野手だったらヤクルトで一番山田がよく頑張ってるし、うん、そうですね、まあ、ピッチャーだったらこの栗林がね、うん、一番、頑張ったけども、はい、2人が連動して頑張ったのはヤクルトだけだね。そうですね、うん、まあ山崎康明も頑張ったけどね、はい、でもまあいなかった時期もオースティン多いし、はい、やっぱこう考えてみると両方でキーマンで頑張ったのはヤクルトだけだから。おー、確かに。だから優勝してんじゃん、やっぱキーマンが活躍してるからってことだから、やっぱ優勝っていう。だからまああながち間違ってね、確かにそうですねそういいように捉えると、うん、そうですね、うんうん、でもそういったところでもやっぱりこう見てても、うん、まあ、広島はね、田中康介の代わりに琴ノが出てきたっていうところではチームとしては明るい材料だったけども、はい、でまあ、中日はね、やっぱこの後ろのフォーメーション、あとマルティネスがね、うん、あの抜けたりしたんでね、オリンピックでね、はい、まあ、そういったところでも、あと福祖父江がね、うん、まあ、去年並みのっていうところがなかなかなかったところも痛かったかなっていうね、はい、うん、やっぱ藤浪が7回ぐらいのリリーフパーンってはまったら大きかったなっていうね、うん、まあ、でも二遊間中野選手がはまったっていうのは阪神にとってはすごい。そうそうそう、いいね。でもやっぱりエラー数が多いからね、そこら辺もやっぱり無駄な1点を上げないようにしていかなきゃいけないっていうところもあるし、うんうんうん、巨人はね、梶谷がちょっと怪我でいなくなってね、はい、まあ、戸郷は10勝ね、うん、まあ、したかったかなっていうね、はい、ところはありますけども、うんうん、まあ、でも戸郷投手もまだまだ若いので、うん、そうだね、うん、来年のキーマンにもそうなってくるかもしれないですね。そうだね、まあ、だから両方がうまいこと頑張ったらやっぱりこう優勝していくんかなっていうところを一つの答えとして、そうですね、だからあとは皆さんがね、はい、思ってたキーマンはね、うん、今年一年どうでしたかっていうね、そうですね、うん、ところありますけども、うん、やっぱこうチームの主力どころがやっぱりしっかり結果残して頑張っていかないと、はい、なかなか順位にもね直結していけないのかなっていうね、うん、そうですね、ところは見えましたね、はい、まあ、他の選手も頑張ってこう総合的に優勝したっていうのはもちろんありますけれども、そうですね、まあ、いなくなったら困る選手をね、うん、挙げてみましたけど、はい、まあ、なかなかね、うん、あの1位はね山田田口しっかり頑張ってなと思いますね、うん、本当そうですね、はい、はい、